今回はミストという謎多きゲームを紹介します。このゲームは本の中に囚われた主人公がその世界を探索しながら謎を解き現実世界への脱出を目指すゲームです。このゲームは1993年に PC 向けに発売されたオリジナル版を2021年にリメイクしたもので、純粋な謎解きゲームとしての評価も高いですが、なんといっても一番の魅力は不思議で独特な世界観と美麗なグラフィックです。いろいろと説明すべき点はありますが、その世界観を感じてもらうためしばらく映像をお楽しみください。というわけでこのゲームのストーリーを説明します。主人公はある日謎の場所で謎の本を見つけます。そしてその中に描かれた絵に触れてしまったために謎の世界にワープしてしまいます。ちなみに主人公が誰なのか、あの場所が何なのか、なぜあの場所にいたかの説明は一切ありません。こうしてこの謎の世界から脱出するための冒険が始まります。このミスト島と呼ばれる小さな島には様々な建物や仕掛けがありますが、不思議なことに誰一人いません。あるものといえばこういった不思議な仕掛け。これはダイヤルを回すと謎の絵が浮かび上がる機械です。これは日時を指定することであらゆる時間軸の星座を見ることができる機械。これは、巨大な大木自体が上がり下がりするエレベーター。このようにミスト島には誰かが使っていたらしき不思議な設備がたくさんあります。そんな不思議なものたちの中でも最も重要なのが、あ、閉じちゃった。どうやら自分と同じ本の中に捕らえられてしまった人がいるようです。2021年なのに顔が CG 臭いですね。そしてこの青い本の向かい側にも、また別の人が捕らえられています。先ほどの青い本の人物も、この赤い本の人物も言っていることは同じ、自分と同じ色のページを持ってこい、です。というわけであの本に捕らえられてる人たちを助けるためにページを探します。このマーカースイッチと呼ばれる青いレバーを上げていくと、島の全体像を映した絵の中に青い建物の絵が現れます。その絵に向けてダイヤルを回すと、何やら大きなものが動く音がしました。実はあのダイヤルの動きはあのタワーの動きとリンクしており、ダイヤルを動かすと実際にあのタワーが動く仕組みとなっています。そしてその状態でタワー内部まで登ってみると、本来であれば何もない場所に 59V と書かれたプレートが現れました。その情報に従って設備の電圧を 59V に合わせると、今まで開かなかった扉が開くようになり、そしてその中にはなんと別の本が、このゲームではミストという本の中にいながら、さらに別の本の中に入っていきます。そうしてたくさんの世界を旅しながら青いページと赤いページを集めていくのです。というわけでこれからはそれらの世界を一つずつ紹介していきましょう。一つ目は地面が完全に水没しており、あたりに木だけが立ち並んでいる世界。先ほどのミスト島も自然豊かでしたが、ここはさらに自然に近く、より幻想的かつ非現実的な雰囲気を醸し出しています。ミストというゲームの素晴らしさはこういった不思議な世界観です。例えばこの建物には水流に関する設備があるんですが、これを作動させた状態で繋がってる水流パイプを辿っていくと、その先には木造エレベーターが、そしてその扉を自分で閉めてレバーを下げると、そのまま水流の力だけでエレベーターが上がっていきました。
上がってみる時の上には住居らしきものがたくさん並んでおり、すべての建物が不安定な木造の橋で繋がれています。私はこのゲームの中でこの世界が一番好きです。ここからは落ちそうで危ないし、床を見てみると板の打ち付けが甘く落ちてしまいそうだし、我々とはまた違った別の住民が別の文化を持って暮らしていた世界を、様々な謎やヒントと共に探索し味わえるのがこのゲームの楽しみです。ここなんてめちゃくちゃ高くて怖いけれど、景色はすごくいいし、見晴らしもいいし、何より風を遮るものがないのでとても涼しそうです。まあ、落ちたらしぬけどね。続いて先ほどの自然世界から一転、飛行船のドアを開けた先に広がるのは辺り一面青色の霧に包まれた世界です。ここは橋も手すりもしっかり作られており、より進化した文明が伺えます。それに何より景色がとても綺麗です。この島にはなぜか所々に円形状のマイクが配置されており、どうやらこのマイクは湧き出る水の音を集めているようです。しかし水の表現が本当にリアルですね。続いては謎の巨大クリスタルが生えているゾーン。ここのマイクはクリスタルから発せられる輝くような音を集めています。それぞれのマイクはアンテナのようなものに繋がれていますが、そのすべてのアンテナから発せられる電波はこのタワーに向けられています。一体ここの先住民はこれで何をしようとしていたんでしょうか？その謎を解き明かすと地下部屋に入れるようになります。そこにはなんと大きな小型船のようなものが。この小型船にこの施設、一体誰が作ったんでしょうか？それに乗り込むことでさらに地下の巨大迷路の中を探索していきます。あら、目の前は行き止まり。レバーを引いて方向転換。台の真ん中には何やら方角を示す表示がありますね。これは、一体どこに行けばいいんでしょうか？その答えはとても簡単ですが、気づくまでがとても難しく、だからこそ自力で気づいた時の気持ちよさは半端ありません。ですがこの迷路は数キロぐらい続くので、また別の世界を紹介しましょう。この世界は今までの島の中でも自然部分が少ない島。そのほとんどが水平線まで続く青い海で構成されているため、海と空の景色がダントツに綺麗です。海にそびえ立つこの巨大な建物の中にはローテーターという仕掛けがあります。しかしこの眺め、まるで絵画のような美しさです。それは置いといて、ローテーターというのはあの下品なマッサージ機ではなく、文字通り回転させるものです。そしてその回転させるものとは、この建物自体です。あそこに見える島が先ほどまでいた島です。建物自体を回転させることで横にある島に移動できるようになりました。え、普通に建物ぶち抜いて扉作れだって？バカ野郎、お前はロマンというものを知らんのか。というわけで、何やらヒントを見つけたので、次はさらに回転させて別の島に行きましょう。ちなみに回転中は外が見えないので、ある情報をもとに回転角度を計算する必要があります。え、普通に小窓つけろだって？バカロマン。またしてもヒントが。そしてそれらのヒントを元に仕掛けを解くと、また別の本が。最後の島を紹介する前に一つ別の話を。その島に行くにはこの星座の謎解きをしないといけなく、またその星座を見るために必要な日付があるんですが、これは私がタワー内部で撮ったメモ用の画像です。真ん中の日付に注目してください。1207年1月17日午前5時46分。この日付と時間を見て何か気づいたことはありませんか？そうです。年こそ大幅にずれていますが、1995年に阪神淡路大震災が発生したタイミングと全く同じなんです。え、これ2021年発売のゲームだから後から誰かが合わせたんでしょ？って思うじゃないですか？これが1993年発売オリジナル版のミストの画像です。1月17日、午前5時46分。
もう一度確認しますが、阪神淡路大震災が発生するのは1995年です。そしてオリジナル版の発売は1993年です。つまり大震災が発生する2年前にその日付と時間を完全に当ててたんです。時間ぐらいなら偶然だろ、怖い音楽で恐怖を煽るな、って思ってますか？実は場所も。って話がそれましたね。この話はまた後でするとして、最後に紹介するのは巨大な夕焼けが美しく光るこの島です。しかし水が本当に綺麗。この島は今までで一番殺風景で島自体もただの巨大な岩に過ぎません。その頂上には辺りを見回す望遠鏡がありますが、どこを見ようとも水平線まで広がる海しかありません。また今までの島と違い電力が通っておらず、電力を使用するには自分で発電機を回さなくてはいけません。こういった世界ごとの文明レベルの違いなんかも遊んでて楽しいですね。電力をつけて洞窟の中の奥深くに進んでいくと、全体が水族館みたいなガラス張りで中央に羅針盤がある部屋にたどり着きます。どうやら羅針盤には角度ごとにボタンがついており、どれか正解のボタンを押さないといけないようです。正解のボタンを押すとこのように電力がさらに復旧し明るくなります。それにより今まで真っ暗で何も見えなかった部屋が探索できるようになり、そしてまた新たな本が見つかります。しかし、待ってください。少し話を戻しますが、阪神淡路大震災の震源地は淡路島北部沖の明石海峡であり、細かい数値まで言いますと北緯34度、東経135度、深さ16キロ地点です。先ほどの羅針盤の謎解き、答えの角度は135度です。そうです、震災発生時の日付だけではなく、なんと震源地の場所まで当てていたんです。果たしてこれは偶然なのでしょうか？それとも、いや、偶然だよね。私はミスター都市伝説の関明夫ではないので、これ以上それっぽいことを言うのはやめておきます。信じるか信じないかはあなた次第です。というわけで様々な世界を冒険した主人公はついに最後の場所にたどり着きます。そこにあったのは最後のページと、一冊の本。Who the devil are you? Don't come here, Danny, not yet. Oh, I have many questions for you, my friend. 今まで冒険してきた謎多きミストの世界。あの本はどこから来たのか、誰が作り出したのか。そのすべての謎が、この人物によって語られるところでこのゲームは終わりを迎えます。というわけで以上で名作ゲーム、ミスト、の紹介を終わります。正直このゲームの面白さを紹介するのに10分じゃ足らなさすぎるので、興味を持った方はぜひ購入して実際に遊んでみてください。え？捨てましね。だって、誰からも金もらってないよ。ちなみにこの画像は1993年発売のオリジナル版のミストですが、当時としてはすごいグラフィックだったらしく、またその得意なゲーム性から、その50年のゲームの流れを完全に変えてしまった作品だと言われています。それを説明した記事を説明文に貼っておくので、興味のある方はぜひご覧ください。